どうもバーマーモスの田中です。というわけでね、今仕事が終わりましてビールをいただいております。それとですね、お隣のママさんからいただきました、なんかこう筑前煮みたいなやつですね、これいただきましたんで、これを食べながらお届けしたいと思います。うまい。そんなわけでですね、先週まではね、なんやかんや言いながらうちも忙しかったりしてたわけですけど、いよいよね、なんかやっぱり、予想してたとはいえ、今週に入ってからピタッと客足が止まった感じですね。今週に入ってというか、昨日からですけどね、昨日はお客様1組で、今日は2組ということでね、2組といっても、1組はね、僕の先輩、6名様で来ていただきましたけど、1組というのはあと1人ですよね。そんな感じで、これ当分これ続くなって感じですね。やっぱり大きいのはあれですね、なんて言っても某ね都知事がもう名指しでね、やっぱり言われてましたね、ナイトクラブとかバーに行くのはぜひ控えてくださいみたいな、居酒屋いいのみたいな感じに僕らなっちゃうんですけどね、なんかそこちょっとそれって感じですよね。でね、これに対してはものすごくやっぱフェイスブックね、こっちの地元のフェイスブックでもすごくなんかこう、批判のコメント多いですね。やっぱ同業者ですね、飲食店の人のですね、そういうの多いんですよ。それとね、やっぱりね、志村けんさんが亡くなられたっていうのはもうかなり大きなニュースでしてね、あれで一気にねウイルス怖ってなったと思うんですよね。一気に危機感がこう増大したみたいな感じだと思うんですよね。我々飲食店は本当にもう今からものすごい戦いに突入するなっていうところをね、本当正直思っております。ただですね、確かに、なんでそんなこと言うんだよっていう気持ちもありますしね、もちろんありますし、でもやむなしっていう気持ちももちろんありますよ。ウイルスが先に死ぬのか店が先に死ぬのかとかね、例えばそういう話であったりもしますよね。でね、ただ本当にそのみんなわいわいやいのやいの言うわけなんですけれど、ただね、僕本当に言いたいんですよね、それをね、なんで国が何もしてくれないとかね、言いたい気持ちは分かるんですけども、それを言ってるとね、もう多分新しいアイデア浮かんでこないんですよね。なんでこうしてくれないんだじゃなくて、いやもうどうしてもお店を守るんだという強い気持ちがあれば、やっぱりいろんなアイデアも出てくると思うし、いろんな覚悟ですとかね、出てくると思うんですよね。で、僕も先般から言っておりますようにね、僕にとってお店っていうのはもう子供と一緒ですから、自分のね子供と一緒なわけですから、そのくらい大事なものですからね、もうどんな手段を使ってでも守るというぐらいな感じですよ。なんかね、もうこの戦いに負けてね、いやもうやっていけないからやめるっていう人も、もちろんどんどん出てくるわけですけど、そんな安直に僕はもう全く考えられないですからね。例えば今の状態がずっと続いたとしてね、絶対にそんなことは考えられないのでね、なんとしても守るということしか頭ないですよね。そうですよね、もしこれ自分の家族だったとして、店がですよ、ああダメになっていく、なんで誰も助けてくれないの、国も助けてくれないのじゃないですよね。何としてでも守ると思うじゃないですか、やっぱ家族だとすればね。僕はもう本当そのつもりなんでね、仮にこの状況が続いたとしたとしてもね、どんな手段使ってでも守りますよ、どうにかして守ります。そしてこの難局を切り抜けれるまではですね、どうにかして、お店を守っていこうというふうにやっぱ考えるわけなんですね。それとね、あともう一つ声を大にして言いたいのがですよ、おそらくね、今多くの飲食店の方とかね、やっぱりこの影響を受けてらっしゃる方はね、ああダメだ、このままではダメになってしまう、どうしようどうしようというふうな考え方でいるとね、やっぱりそっちの方にベクトルが向くと、そういうふうな考え、ものの考え方になってしまうわけなんですよね。だからもう本当悪い方に悪い方に向くように、自分の気持ちとか考え方を仕向けているようなもんですよね。そうじゃなくて、いや絶対に大丈夫、絶対にうまく、この難局を切り抜けることができるとかですよ、数ヶ月後、どのくらい時間かかる、期間かかるか分かりませんけどね、数ヶ月後にはすごくこうにぎわった状態でお店を続けてるっていう、そういう前向きなね、明るいイメージを持ってずっと持ち続けるとね、やっぱそちらの方にベクトルが向きますからね、自分の考え方とか行動も全部そっちの方向に向けていくわけですから、この差はね絶対大きいと思うんですよ。悪い方に考えていくんじゃなくてね、確かに悪い方に考えたくなる気持ちもわかるんですけどね、でもやっぱそればっかり考えてると本当にそっちの方向に向くような行動になってしまうのでね、そうじゃなくて必ずお店はあり続けると、
そして、この難局を乗り越えることができると、やっぱ信じることで、そちらの方に行動がとかね、考え方が向くわけですからね。この差は絶対大きいのでね、必ず乗り越えることができると、必ずうまくいくと、必ず問題は解決されるということで、考え方のベクトルをね、向けていくべきじゃないかなって思うわけなんですよね。まあ、そんな中ですね、まあ、先週の話なんですけれど、福岡からね、わざわざここにいつも YouTube を見ていただいている視聴者さんですね、わざわざ来ていただきましてね、まあ、今まで兼業で本職があって夜にっていうバーを経営されてたということなんです。今度からも、その本職の方をやめてバーを一本に専念するという方来ていただきましてですね、今日はなんと福岡からわざわざマウスに来ていただきました。福岡でカジュアルバースクリューをやっている中田です。マウスバーが美味しかったです。 ありがとうございます。 YouTube を見て出てるんですかね。いつもライブ配信の時とかも入っていただいております。福岡でですね、スクリューというバーをしてるんですよね。そうですね。皆様福岡の、ね、中央区に来ましたが、カジュアルバースクリューの、はい、よろしくお願いします。またお願いします。いや、今日本当にわざわざ福岡からありがとうございました。大変な時に、まあ、すごい決断されたなと思うんですけどね、本当頑張ってほしいですよね。今大変ですよね、本当に。今からいよいよもう戦いが始まりましたよ、我々は、本格的に戦いが始まったなと思っております。まあ、これがね、まあ、おそらく東京も一緒でしょうし、まあ、どこも一緒でしょう、もう我慢比べっていう形になってきますよね。ここの戦いに負けたものはもうそのまま廃業でしょうし、この戦いに勝ったものはですね、その後いつか必ずやっぱ反動は来るわけですからね、その時に向けて準備をするという形ですよね。だからこの戦いに負けちゃいけないですよね。どうしてでも僕は守ろうと思いますからね、このような状態が続いても絶対にお店は守るという強い姿勢でいきます。そのためにですね、必ずそんな強い思いがあればね、いろんなアイデアとかやるべきことっていっぱい出てくるわけですからね。これ本当にね、聞いてらっしゃる、もう特にね、飲食店の方ですね、辛い方、本当僕みたいにね、やっぱね、同じようにやっぱ辛いなってやっぱ思う方ほとんどだと思うんですけどね。でも本当にね、今こそ進化が問われる時ですよ。もう頑張っていきましょう。負けちゃダメですよ。意地でもお店を守るという強い気持ちで頑張っていきましょう。というわけで今日この辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。